今回の動画は、Y さん独自の世界観と価値観で、わけのわからない成分が多いから、気をつけてね。じゃあ、始めるよ。おー、テンション上がる。久しぶりに来たぞ。ほいほいほい。ほい。チューナー。よいしょ。ああ、ぐちゃぐちゃや。インプット、チューナー。ヤマハのギターですね。まあ、バイクで例えると、R6 ぐらいですかね。あ、ピックピック。ピック忘れてた。改めまして、おはようございます。今日は6月6日の月曜日ですね。でも、見ての通り、今日は元ブログではないんですけど、音楽スタジオに来てます。で、この音楽スタジオってなんか、カラオケと同じで1時間600円とか700円払えば、誰でも使えます。なんで僕もね、今日はその2時間、1400、500円かな払って借りてます。で、今日何をするかっていうと、で、この普段使ってる GoPro、これ楽器の音とか、これドラムの音とか、普段バイク乗ってる時と同じ環境で音を取れるかっていうのが個人的に気になったんで、今日はそれをね、試したいと思います。まあそもそも GoPro って、まあアウトドアで結構使われてる撮影道具だとは思うんですけど、こういうね、室内で、まあ文化系と言いますか、そういった環境でも何か使い方ないかなっていうのがふと思ったんですよね。で、なんで、まあ自分の趣味でもあるこのギター、で、どのぐらい機能するかっていうのも気になるところですよね。ですので、今日は僕だけが楽しい動画になってしまうと思うんですけど、まあ、お付き合いいただけたらなと思います。じゃあね、早速ね。で、今、シールドは開けてます。多分閉めた方が音は絶対綺麗に取れると思うんですけど、弾いてみようかな。どんな感じで取れてんだろうな。次シールドを閉めてみますね。アンプを変えてみました。でシールドを閉めて弾いてみます。久しぶりに弾くと難しいな、ギターって。指の皮もう薄いんで全然ダメだ。わお、弾けねえわ。お次はドラムで遊んでみようかな。多くの人がこの、まあ、この光景をテレビとかで見ると思うんですけど、こうなってるんですよね。まあ、太鼓がこうやってあって、あとペダルがあるんですよ。でこのでっかいのがバスドラムっていうんですけど、これをキックすることで音が出る。これ割れてる。太鼓の音するなこれ。今シールドを開けたままですけど、どんな感じで取れてんだろう。シールド閉めます。
介護、こっちにもちっちゃいな。いや、爽快ですね、この誰にも迷惑がかからない。で、僕はあっちのギターがメインで弾いてたんですけど、まあ、やっぱバンドってずっと同じ楽器弾いてると飽きるんですよね。なんでこうやってたまに休憩の時間とかで、まあ、誰かのドラム勝手に座って勝手に叩いてたりすると、少しだけ遊べるぐらい叩けるようになったりするんですよね。多分これは結構ギターとか楽器やってる人はあるあるだと思うんで、分かってもらえると思うんですけど、他の楽器も触りたくなるんですよね。これバイクと同じですね。普段自分の乗ってるバイクもあるけど、他のバイク見たらまたがりたくなっちゃうみたいな、そんな感じですね。ギターに戻ろう。熱くなってきた。ふう。クイズみたいになっちゃってるね。じゃあちょっと次はもっと静かめな音で、おとなしいね。難しい。これが一番難しい。なんかちょっとおしゃれ系だよね。そうだ、このギターをバイクに例えて分かりやすく話したいんですけど、これペグって言うんですけど、ギター、これキャブですね。これ完全にキャブですね。キャブレターって同調しないとエンジンおかしくなっちゃうじゃないですか。これも同じで同調してます。それをまあチューニングって言うんですけど、チューニングをしないとその音が気持ち悪くなって音程が取れなくなっちゃいます。なんでバイクと同じ、これキャブですね、例えると。で、これピックアップって言うんですけど、これ何かっていうと、こうやって弦鳴らすじゃないですか。今こうやって弦振動してるんですよ。で、この振動をこのコイルが拾って、で、こっから伝わってって、アンプから出るっていう仕組みになってるんですよ。なんで、これはもうマフラーですよね。だから、これを変えれば音変わります。バイクと同じです。なんで、ここには3つのマフラーがついてる。めちゃめちゃ豪華ですよね。なんで、マフラーを変えたら音が変わりますね。で、一緒。これも一緒ですね。今は、一番下のマフラーを使ってるってことになりますよね。このセレクターってやつで。一番下で使ってて、まあ、こういう明るい音出ますね。で、一番上のマフラー変えました。今こっちにしました。こっちにすると丸い音が出る。ほんとそれだけですね。あと、なんだろう、何に例えられるかな。これアクセルですね。自分の手はアクセルですよね、完全に。これアクセルです。これを動かさないと、バイクも動かないと一緒です。まあ、そんぐらいですかね。まあけど、これは完全にキャブですよね。うん。これは分かりやすいと思う。この、バイクのキャブ。これが、ギターでいうペグですね。で、バイクのマフラー。これは、もう完全にピックアップですね。で、アンプの種類。で、これフェンダーって言うんですけど、フェンダーってギターでも結構有名なメーカーなんですけど、あ、逆だ。このバイクのホンダ技研ですね。これ完全に楽器のメーカーで例えるとフェンダーですね。これは多分分かってもらえると思う、ギター分かる人なら。ホンダはフェンダーですね。で、マーシャルはこれなんだろうな。マーシャル、あ、間違えた。マーシャル。
僕個人的には、鈴木かなと思うんですよね。で、川崎ではないと思うんですよね、少なくとも。何喋ってんだろう。こんなの、多分、誰も面白くないと思うな。せっかくだから、このボードに、サムネイルを。完全に僕だけが楽しい回ですね、これは。今、爆音アニメやってるじゃないですか。で、そのオープニングとエンディングの弾いてみた動画を、で、この視点で、元ブログの視点で弾いてみた動画を作ろうと思ったんですよ。けど、ものすごいその弾いてみた動画って大変なんですね、作るの。元ブログとどう違うかっていうと、もう編集が全然違いますよね。元ブログってこのヘルメットつけて、GoPro つけて、あと外部マイク。で、バイク乗って喋っちゃえばもう、それで、大体はできちゃうじゃないですか。あとは編集で、その使う部分だけを切り取って、つなぎ合わせて。で、それで一つの作品ができると思うんですけど、で、弾いてみた動画ってまず違うのが、音と映像が別撮りなんですよ。やる曲を決めて、練習して、で、まずパソコンで録音しなきゃいけないんですよ。それが一番めんどくさい。だから、その曲をまず初めから最後まで楽譜を見て、もちろん覚えなきゃいけないですし、で、楽譜がないならないで、自分で耳コピって言って、自分で音を探さなきゃいけないんですよ。ああやってギターを触って。で、その作業が一番大変なわけで、だいたい時間使いますよね、それで。で、しかも映像も別撮りして、で、その撮った映像と作った録音をうまーくつなぎ合わせて、それでやっと動画ってできるんですよ、あれ。なんで、家で、一人で黙々とやるならできるわけですけど、ちょっとね、時間がかかるよね、あれは。元ブログなんかは別撮りしてる人もたまにいるでしょうけど、基本的にはもうこの状態でバイクの音も会話も全部撮れると思うんですよ。そこが大きな違いですよね。別撮りか別撮りじゃないか。だから、その元ブログを別撮りでマフラーの音だけ撮るってなると、すっごい編集大変じゃないですか。で、それを毎回やってるのが弾いてみた動画なんですよね。ではでは、今回はね、元ブログ番外編。だ、これ斜めってて気持ち悪いな。書き直そう。今回は元ブログ番外編ということで、今回見てる人が楽しいかどうかわかんないんですけど、番外編ということで、終わりにしたいと思います。ではでは、失礼します。この後ね、盲腸になったよ。お腹、痛いよ。